ラビ軍はブルネーブライト地区にある軍。14の村からなる行政区画である。ブライト地区の中央から見て南西にあり、北はリアン軍、北東は武器と沢戸軍、東はスカン軍、南と西はマレーシアサラワク州、北西はクアラバライ軍とセリア軍に接する。ラビ軍はラビライムの特産地である。都市から離れた農業地帯であるが、 電気、電話、道路、ゴミ処理、公園が整備されている。面積は361.8平方キロメートル。2006年。現在の人口は2300人。現在の軍長は2003年7月7日に就任したカマルハン後まである。ラビ軍はさらにラビ1区、ラビ2区に分けられる。ラビ軍の村は以下の通り。内陸に位置するため。 ラビ群には3校の初等学校があるのみである。進学する場合、地域の住民はセリアやクアラブライトへ通学する。ラビ群にある学校は以下の通り。ラビ群に所在する医療機関はラビヘルスクリニックのみである。この機関は1958年に開院したラビクリニックを2002年に約70万ドルをかけて新築、拡充したもので外来。 救急、母子の健康、献血、歯科を提供している。ブライト平野に位置するラビ群はラビライムの生産で地元ではよく知られており、地元の柑橘類の商標となっている。それに加え、ブルネー農業省はラビ群に事務所を構え、稲作をはじめ野菜や果物の生産を監視することで、農民の援助と監視を行っている。2003年の推計では、 野菜607トン、果物約1700トン、米170トンを生産した。ありがとうございます。